目標を一つ達成だ。広島、坂倉正吾捕手25が29日の中日戦、松田に5番捕手で先発出場。4打席に立ち446打席となり、規定打席に到達した。広島では捕手の規定打席者は2019年の相澤以来4年ぶりだ。坂倉は 目標にしていたというか、数多く試合に出た証だと思うので、良かった、と話した。自主トレでは120試合出場、規定打席到達を目標に掲げていた坂倉。まだ、シーズンは終わってないが、怪我なく来られた、と振り返った。新井監督は、今季苦労するのかなと思ったが、本当によくやってくれている。想像以上に頑張ってくれた、と語った。 これにも坂倉は、まだまだできると思うし、もっともっとやらなきゃいけないと思う。頑張りたい、と満足はしていない。この日を含めて119試合に出場した坂倉は打率2割6分7厘、12本塁打43打点。若鯉は、出てる数字が実力だと思う、とした上でもっともっと練習して、チームに貢献できるようにと思っている、と冷静に語った。